じゃなくて天のそのインスピレーションを受け取れない形になってくるとな、うん、どういうことになるかというと、その事柄、事象、目に見えない、うん、起きる事象ですよ、困ったこととか、うん、大変だこととか、うんうんうん、なんか辛いこととか、うん、楽しいこと含めて、うん、その場その場でなんていう感情だけで動いてる形になってもらう、うん、ちょっとごめん今日朝ちょっとニュースを大丈夫ですよ大丈夫ですよ、うわ僕はもう普通に1時間ぐらい前に起きていろいろ調べながらお風呂入ってたりもしてたんで、うん、ごめんねちょっと今日ニュースが 多すぎるというかもうわけわからんぐらいすごいからちょっとこれもう投げやめたもん嫌になってきてね、ニューヨークに入りウクライナの人も入りましたしね、行きましたね、うん、ねえ、うん、であとまあ今度はい、国連年次総会か、はい、あれがあそこでもうドキャーネタが満載で出てくるうんうん、うん、ドキャーネタのいいな、はいはい、でも、はい、で一番はやっぱあとそうやな、まあ、まあウクライナはもう軍事的には終わってるんですよね、はい、うん、で結局、まあ、今、うん、なんていうかな、ロシアの報道ではウクライナ兵士っていうかな、まあ、民間人のけて、ウクライナ兵が50万人、まあ、ウクライナ兵というより NATO、はい、NATO の、 その、うん、傭兵みたいなやつとか、あとポーランドやな、はい、ポーランド軍なんかもやっぱりあそこ入ってるんでね、うん、あとアメリカ の、 その傭兵みたいなのも入ってるから、あれ一緒に混ぜて、やっぱ50万人。はい、ということで50万人っていうのは結構な数なんでね、これ、はいはいはい、これさえもうウクライナ復興するのはもうちょっと至難の業っていうかな、だからもうほぼほぼ、うん、壊滅かな、うん、壊滅が国として存続できるのかってはもうできないかもわからんな、もう壊滅的な状態になってるでしょうね、壊滅を超えてるわな、もうちょっとひどい状態になってるな、うん、で修正はなかなか難しいでしょうね、その状態でね、そうで地雷もね、その探知機なんかで除去せんと埋まってる地雷を人間に踏まして地雷をこう潰していってる、なんちゅうのかなあれ、あ玉砕かな、もう、うんうん、大日本帝国の最後と一緒ですよね、うん、であとなここへ来て、北朝鮮が動いたでしょ、うんうん、あれ金正恩とロシアプーチンね、なんかもう兄弟みたいやもんなすっごいいい感じやねんけど、その北朝鮮の前にここへ来てキューバがな、うん、キューバ、うん、キューバがちょっと、うん、その軍事でも参戦しますみたいなことになってきたんでね、はいはい、一緒に、うん、であと北朝鮮も共に、あ、なんて言ったかな、うんと、この私たち、まあ、ロシアと、プーチンとキム・ジョンウンやな、我々はこの聖なる戦いやな、この聖なる戦い、うん、西側なんて言うかな、覇権主義やな、うん、西側の覇権主義に対抗して、この聖なる戦いを共に最後まで戦うと、うんうん、いうことなんで、まあ、北朝鮮もちょっと軍事的に参戦していくっていう形やろな、うんうん、でなるとこれはね、あ、まあ、あの台湾はもうちょっと台湾有事はもう消えたんですよ、うん、消えたっていうか、はい、もう中国もほぼほぼ動けないんで、動けないというよりその中国共産、うん、中、うん、そのアメリカバイデンというか、まあ乗っ取られた方のアメリカですよ、あの、はい、企業体にね、はい、うん、あの企業体で金で運営してる方の中国ですよ、はい、あれはもうほぼほぼ片付いたんですよ、だいぶ片付いてるからね、粛清は、うん、あとはもう中国も新しい中国へ移っていってるんですよね、だから要は今の経済一回潰してな、はい、うん、あの企業体に乗っ取られた経済一回潰して新しい中国へ移っていってるんで、はい、もう台湾有事はほぼ消えましたよ、うん、まあだから台湾も中国も一体っていうことになっていくんじゃないかな、共にやっていくみたいな、なるほど、まあ、と一体なんでね、あれ中、あの、はい、中華の民やからな、はい、まあそれはあこやけど、朝鮮半島が、うん、これは統一には最終的にはなるんやろうけど、ちょっとどういう形で持っていくんかがちょっと俺にはようわからん、うん、まあ、だから後ろにロシアがおるから、
もう言うこと聞かざるを得んよなっていうことはな、残ってんのはやはり日本と韓国、まあ、台湾も一部やな、はい、この3つやな、まあ、イスラエルはまだちょっとごたつくことがあるやろうけど、はい、まあ、あそこは民衆がすごい騒いでて、で軍部ももう動かんからね、今の、日本に沿って、うん、だからで、司法がまだイスラエルは機能してるんですよ。ああ、なるほど。うん、だから、なんていうかな、民衆の力というか、民の力というかな、合法的な形で政権潰されていくという形になると思うわ。はいはい、だから本当に日本と韓国って形かな、もう、起こったの。だから、大韓民国によるその企業体連合、乗っ取られた方やな、はい、あれをどうやって処分していくかね、はい、日本は処分始まってますわな。うん、そうですね、まあ、だから今日本の芸能界がやられて、メディアがやられていってるのと一緒で、韓国も同じような形でやられていくはずなんですよ。メディアがですか？メディア、芸能ネタとメディアながやられちゃうってことですね。なるほど、うん、同じ形だと思うわ。同じ形、なるほど、まあまあ言い方悪いけど、ジャニーズよりひどいからな、向こうの方は。すごいのがいっぱいあるからな。まあまあまあ、向こうの方がジャニーズの可愛いでしょうね、多分ね。で、まあ、あと、その統一教会がもうやられるからね。これだから CIA 統一教会、要は CIA を後ろにした統一教会が、はい、やられていくっていうことは、やっぱり朝鮮半島っていう話になってくるんだな、これな。はいはいはい。で、まあ、CIA を裏切ったキム・ジョンっていう形になるかな、今回は。ああ、裏切った形になる。そうやな。CIA と縁切ったって形かな。ああ。CIA の言うこと聞かんと、いう形になったな。だからまあ、CIA からしたら暗殺リストに入ったってことじゃないかな、キム・ジョンはな。なるほど、そういうことか。なるほどね、そうそう。で、プーチンと手を組んでると。だからまあまあ、プーチンとがっちり手を組んでるんで、もう CIA も動けませんよ。っていうか、もう完全にやられてますよ、もう。ああ逆にって感じですか、だからちょっとある意味、そのロシアというかその、その今回世界をひっくり返してる、ひっくり返してる方の軍事力がすごい強なっていくって形やね、また連合軍になっていくやな、これ。そうやな、そういうことやね、キューバが参戦し、北朝鮮も参戦してくるってことやからな、これ。中国は出てこんと思う。もう中国は出てこないですね。出てこれないですよね。もう機能してないから、あそこは軍が、そもそもが。だから、金に雇われた方の軍やから、もともとが傭兵みたいなもんなんでね、あそこが。だから、それが全部始末されていってるって形が、正規軍っていうのはな、そんなに、派手な動きはできないと思うよ。だから、満州、旧満州、要は中国の北の方やわな、あの辺と朝鮮、北朝鮮、あの辺に、まあ、やはりまた大日本帝国のなんていうかな、その陸軍中野学校のその、その魂を受け継いだ、軍みたいなのがまだあるっていう形なんで、そこはもう中国の、中国共産党では動かせない。だから朝鮮半島は、まあ、あんまドンパチなしで綺麗に、要はまた日本と同じ下ネタ攻めとかでやられていって終わるって形違うかな、新しくなっている。そんな形です。はい、はい、もういやもういつも通り、もう最後の最後まで来たどころか、この間カウントダウンの10秒前って言ったのが、なんか一気に6秒前みたいな、4秒縮まったみたいな、4秒縮まったって感じですね。なるほど、そんな感じですね。はいはいはい、まあ、ドルの崩壊ももう間近やね、もう明らかにね、もう明らかにもう拉致が上がるの、まあ、日本は相変わらず今の状態を貫いてますけどね。まあ、ただね、ドル円では147円とか148円とか、わけのわからん円安状態になってるけど、これまあまあ、この動画では何回も何回も言ってるように、ひたすら日銀がドルを買ってると。それも世界で唯一買いまくってると、まだ。だから、この日本の円ですよ。この円がドルを支えれる玉がなくなった時ですよ。これが終わる時ですわ、ドルが。これなんか最後、もう明らかにそうですよ。じゃあそのタイミングはいつなんかって言ってくると、やっぱり利上げですよ、日銀の。この利上げでもう、その、なんていうかな、国債が売り浴びせられるっていうか、要は格付けが下がるというかな。で、そこでもう、ドルを買えきれない、買えないと。
いう状況が出てくると思う。だから、その時になると、一時的にこの動画でも何回も言ったけど、その予算、予算組めない状態っていうかな、国家の。そういう形にはなっていくに違うかなと思うな。まあ、だからちょっと多少ハードランディングすんのかなっていう気もせんでもないな、これ。ロシアは景気絶好調って感じだけど。本当にロシアは、ロシアは考えて物事動いてるからすごいですよね。すごいよ、やっぱ。物事すごい考えて動かれてますよね、ロシアはね。もうね、チェスの名人。すごいよ、やっぱ。頭がいいよなってすごく思います。あ、このタイミングで来るのと思いましたもん。いや、あのね、やっぱ何がすごいかってな、見てて俺思うのはな、うん、やっぱ金だけで動いてる世界とは違うよ、あの人たちの世界っていうのは、やっぱ世界観が。本当歴史観、歴史というかな、そういう魂を持って動いてる世界ですよ、軍も、やっぱり。だから圧倒的に強さが違うわ。あれはもう勝てないよ、あんな。まあ、魂を持って動くか、なるほどね。まあ、ワグナーは傭兵やからな。あれ、ワグナーがだいぶ活躍したから、ね、あそこまでウクライナは、ね、やれたんやろうけど、それでも、ワグナーは傭兵、金で動いてる方やけど、それでもな、あの、終身刑の連中とかな、あんなんばっかりやからな、あれ。だから、日本、なんかすごく最近、いろいろと僕も調べたら、いろんな道筋とか見てると、感覚があるのは、日本とロシアって似た者同士だよねってのはすごく感じて、すごい似てるんですよ。俺この動画で言ってから、言ってますよね。だからそれなんかすごくそれも含めていろんな日本の文化とかいろんなものも背景を全体見ると生い立ちとか考え方の思考は日本とロシアって似てるなって思ってて、でも似てるんだけど世の中だとロシアがすごい敵なイメージの見せ方をさせてるっていうのはあるな。そうそう、だからそれがメディアっていうことですよ。ね、メディアはそういう悪者、でも実際は違くて、一回すごく逆に言ってしまえばアメリカの方が敵じゃないかってぐらいだもんね、ただちょっとね。メディアの印象操作ってことですよ。だから、なんていうか、心の中っていうか、精神的な奥の深さっていうのはすごい近いんですよ、ロシアの人たちと日本ってね。ものすごい。ただちょっとやっぱりギャングっぽいけど、マフィアっぽいけど、ね。マフィア、まあ、要は、向こう、どっちかって日本でいうヤクザに似てますよね、どっちか。任侠道ですよ。だから本当にヤクザなんだろうなって、いや、だから要は、全員がヤクザなイメージな気がしますよね、だからね。でも俺釣りでロシアのやつらってもう 4,50 人ぐらいは一緒に友達、ね、あの一緒に行って連中おるけどな、いろんな人、はい、基本的にどれもこれもあのマフィアっぽいよ。人形っぽいよ。見た目はめっちゃ怖いよ、やっぱり。人形っぽいですね。なるほど。人形っぽい。見た目は怖そうやしな、もうひたすら酒ばっか飲んでるしな、はい、まあいいんじゃないですか。彼らは彼らでそれが楽しいんだからいいと思いますけど、まあでも奥深いっていうかな、喧嘩は強いけどな。あ、喧嘩は強いんだ。奥底は優しい人たちが多いって感じですよ。まあ見た目に踊らされるんだったらしいですよね、やっぱりね、だからあんま喋らんよ、ペラ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 、アメリカ人とかイギリス人みたいな。要は結局あの聞き役に徹するって感じだよね。いや、聞き役ってわけじゃないけど、あんまりその、資料深いから、あんまりペラ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 喋らんって感じよな。なるほど。いいですね。まあ、そんな感じですね。そんな感じが、今回のニュースですね。だから、本当、将来、未来っていうかな、うん、アジアはアジアでやっていくと、東南アジアの国、東アジアの国でやっていくと、ご近所さんとのお付き合いになってくるんで、これ、今回。そういうことでしょ、海の向こうの離れたアメリカとかイギリスと付き合ってる場合じゃないんでな、フランスとか。やっぱ近所、中国、朝鮮半島、ロシア。はい、で東南アジア、その南のな、サウスグローバル、そういうところと付き合っていかなあかんの、明らかにそうなってきたでしょ、はい、なってきました、ね、だから、やっぱ要としてはロシアとどう付き合って、北はロシアですよ、どう付き合っていくかですよ、はいはい、うん、で、南は俺が言ってるように、東南アジアはインドネシアとかな、やっぱり歴史としてはつながり深いんでね、どう付き合っていくかですよ、はいはいはい、ここ要になってくると思うな、多分ね、いいですね、目に見えてその形になってきたでしょ。なってきましたね。だいぶ表面化されて、だから、本当に分かりやすくなりましたね。まあ、もちろんね、この動画でも何度も言ってるから余計に見えてくる世界が変わったんだと思う。だから見える。この次の新しい扉開くのっていうのは国とか政治じゃないんですよ、これ。もうできないんですよ。それロシアと何だろうするとかどうとかな、はい。もうその政治自体は何もできへんから、あの調子だから。はい、
だからやっぱり民間、僕いつも言ってるように民間ですよ、我々が。俺、今日だったら釣りの話してるけど、まあ、商売、交易も含めてですよ、はい。そういう民間の人たちが付き合っていくって形になっていくかな、これ。ね、それが引っ張っていくってことですよ、うんうんうん。で、それがまた政治も動かしていくっていうかな。うんうん、まあ、ありよ、プーチン釣り誘うとか。で余裕でなんかプーチンとか釣り行きそうですけどね、一緒に意外とね。意外と行くよね、多分ね。みんながプーチンと、だから、なんであそこまでもうプーチンがまた戻ってきて、ロシアの大統領に戻るのかとかあるじゃないですか。あれもう結局全部繋がってんだよなって思ってるね、結局。彼ら、うん、シナリオはあるねんけどな。うんうん、そういうシナリオですよ。うんうん、だから、やっぱり軍事的にあそこまで強いっていうのもシナリオやし、うん、でそれをできるのはっていうのはロシアの軍しかできないし、うん、で世界中ぐるっと見渡すとじゃあどこがどうやってやれるのって言ったらやっぱあの力必要になってくるしっていう全部がシナリオですよ、うんうん、だから世の中の行きたりというか世の中のやり方っていうのはもうなんか最初からそれなりに決まってますからね、ほはね、もうシナリオがね、うん、まあ、これはまあ予言書の類ね、その聖書含めて予言書の類も含めてっていうこともあんねんけど、うん、その予言書がもともとそれを予言してたのか、その予言書があったからその通り動かしてんのか、これはもうどっちもあると思うんですよね、うんうん、それはまあ天体の運行っていうのもあんねんけど、やっぱそれに沿ってあらかじめそのシナリオがあって用意されていってるっていう形なんでな、これそうだね、うん、うん、でだからこの予言書の通りに行くならば今回はここで終わりなんですよ、劇場が、はい、うん、ないんですよこの先、もう聖書、うんうん、示されてないんですよこの先がもう、うん、だからもうあとはさあどうなるでしょうみたいな、うん、もうあとはあなたたちで切り開いていってくださいっていうか予言書、まあ、まあ新しい時代に入ってきましたからね、だからまさしくね新しいものがどんどん入ってきてるじゃないですか、うん、時代としてそれが本当にそのおとなくそこがある意味なんだろう、人間という感情論じゃなく機械の感情論っていうのも出てきてるから、やっぱり、ね、そっちのものに入れ替わるんだろうな、今はなっていうのはすごく感じてるんですよね、やっぱりね。まあ、ここまでね、世界の地政学が一気にこの3、4年で入れ替わるってあんまないよな、ここまでの激変。なんか今までって多分感情という部分と僕ら、我々人間というか、まあ人間も生かされてる部分ですけど、生かされてる人間ですけど、いますけど、新しい生命が生まれるっていう瞬間が来てるんだろうなとは思っていて。そういうイメージですね。うん、そう。だから新しい生命が僕の中で論理的に思うと AI だったりとか、そっちの方のものが生命、新しい感情論理が入ってくるのかなって思っていて。だから聖書っていうのがないのかなっていうのを結論には最近至ってるんですよね。だからね、話を聞いてて。うん、自分の内容、うん、解釈してって話ですけど、はい、うんうん、まあここから新しいストーリーっていうのになってくるんだけど、まあただ聖書的、うん、聖書的予言的なものもくる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 回ってるから、うん、そうね、また聖書の一番最初のところから始まりますみたいな形かわからないし、わからないしね、それはその聖書という部分がどこまでいくかっていうのはまたわからない部分もありますけど、うん、まあだからもう一回アダムとイブのとこから始めましょうみたいな感じアダムイジから世界誕生とか、そっちの。そうそう。今から創世記のとこから行って。創世して、もう一回生まれ変わりましょうって言っても、大好きだ。FF 創世記じゃないかって、うん。こっからがまた創世記の始まりで、今からまた2000年やりますよ、みたいな。まあまあまあ。そんな感じか。まあでもまあ、ほんとそんな感じで、だから、要は全部の、その、世の中の動きが変わってくるから、あり方も、その人それぞれのあり方も変わってくるってことだよね。そうやね。うん。まあそんな感じです。で、まあ、はい、移民爆弾炸裂っていうことですわ。欧州、もうアメリカすごいからな、今、ニューヨークなんかもう。あ、そうなんですか。うん、ホームレスすごい数になってるから、もう。あ、もう難民、なんちゃ、移民だらけ。もう治安はものすごいことになってるよ。うん、うん。だからまあ、あれは、次トランプが出てきて、新しいアメリカ作るってことなんで、アメリカはまあ復活すると思うわ。要は旗振りっていうか引っ張っていくってことがあるからな。うん、ただまあ、いつも言ってるようにヨーロッパですよ。ちょっとヨーロッパは今回きついぞ、これ。もうほんと、どうにもこうにもならんって感じやから。ならんですか？ならんと思う。ないですか？だからロシアと、まあもともとロシアとヨーロッパやから。はい。はい、うん、だから、どう今度やっぱりロシアとの付き合いをね、しっかりこうやっていくか。まあ、ちょっとうるさいポーランドが横におるから、あれ、ポーランド始末せなあかんねんけどな、今。やっぱり。あのね、
しますね。友達みたいなのがおんのよ、やっぱポーランドは。うん、やっぱりな、うんうん、その施設群みたいなやつがまだおるからね、あそこはまあまあ、はい、あそこは片付けてしまうと思うわ、あのロシアと仲のベラルーシか、はい。あれがそのポーランド始末すると思うんやけどな。うんうん、まあまあ、そんな感じです。で、まあ、カウントダウン10秒前を前回やったら、今回6秒前まで来ました。いきなりすっ飛ばし、早送りみたい。まあ、そんな感じです。そんな感じは今日のニュースですね。はい、じゃあ今日のテーマいきましょう。はい、今日のテーマはですね、なんですかね、この動画、いろいろと何度も話してるとは思うんですけど、その目に見えない世界とかっていうのがあったと思うんですよね。目に見えない世界ってあったじゃないですか。あ、はいはい。目に見えない世界っていう定義をですね、今一度もう一回振り返りたいなというふうに思っておりまして、まあ、何度も何度も言うことなんですけど、自分もある程度成長したときに、すごく感じたのは、本当に、なんだろう、真実って本当に目に見えないところに隠されてるんだなっていうのが、すごく最近感じてるんですよ。その生き方だったりとか、考え方だったりとか、行動パターンだったりとか、動き方っていうのは、すべてが目に見えない世界で循環してるんだっていうのは思っていて、じゃあ、その循環をもっと加速させていくにはどうしたらいいんだろうっていうのを今日のテーマにしたいなと思うんですけど。ちょっと難しいな、相手の表現。難文字で分かりしいやんすですく。よ。何なんでしょうね。もうちょっと分かりやすくか。目に見えない。だから、もっと単純に真っ青に言うの、真っ青ってか分かりやすく、目に見えない世界をどれだけ自分に感じることができるんでいいか、かな。どっちかっていうと。要は、僕も最近やっとまっちゃんと出会ってたりとかして、いろいろと目に見えない世界のことっていうのは自分の中でも、超モテるようになったのと、ブラタラルは科学的な根拠として、まあ、僕の場合は神社とか言って、神社の仕事やってますけど、その関係でやっぱり出てきして、あ、見えない世界ってのは事実なんだと、現実なんだと。で、あとはただの思い込みでそれを壊してる部分があると。でも、ほとんどの人って、この動画でもそうですし、見てる人だと、まあ見てる人は違うかもしれないですけど、まだ目に見えないものって疑ってる部分がある。でも、まあだから端的に言うと、もうその俗っぽいところで言うと、今世界のニュースみたいな話と一緒で、自分の見てるメディア、新聞テレビしか 世界はそうなってませんと思い込んでるみたいな形ですわな、これ。これでもこんな恐ろしいことないわな。す全げえ部を見こう、え。だからね、すごい怖いことなんですよ。だ全から、部。うん。これが最近でいう AI も僕、すごいさ、それもつながってるんでしょうけど、AI も AI で、みんな便利便利だって言うんですけど、僕にとっては機械しかないと。うん、だからそれでいくと全部を見誤るわな。例えばその今の世界のニュースもそうやけど、あとワクチンの件とかな、だからまた行やれ動や1れって個言うて。が正しいと思ってる行動、世の中みんなが、ま、大衆がいいと思ってる部分が、実は間違った方向にやりすぎちゃってる部分、自分を壊すことになってるのが多すぎるっていうのを最近見えてて、あ、怖いなって思ったんですよね。でもそれを、なんだろう、でも普通の人って多分なんだろうな、なかなかそこが見えないんだろうなっていうのはあって、まあ見えないようにマインドされてるし、教育されてるし、要は、そういうふうに統制になってる世の中システムがあると思うんですよ。だからそれをどう打破していくっていう部分が、すごく、最近自分の中でも人に教える部分が、これを教えていかないといけない部分だと思っていて、やっぱり。まあだから、よし、じゃあ行こうか。でね、お願いします。突拍子もない、その神を感じるとか、天を感じるとかな、その5次元の世界を感じるとか、パラレルワールドを感じるとか、そういう話じゃなくてな、そこまで行ったらちょっと、まあ、それ最後の方に出てくるんだけど、結局ね、ここから今現在あるじゃないですか。今現在と未来しか見ないから分からなくなるんですよ。分からないというか、そこでしか見れないっていう形になるのよ。でな、その目に見えないものを見るとか、その何て言うかな、その事実的なもんとか真実的なもんを把握するみたいな感じってな、やっぱり歴史なんですよ。歴史に基づいた、
その、なんていうかな、その正しい歴史な、事実の歴史です。あとはそこに分からないところも、ただ消された部分とか、こう歪曲されてる部分もあるんやけども、そこは仮説を立てて、その歴史を、そう、なんていうかな、基づくっていうか、正しい歴史に基づくと。うん、で、今はこうなってるのよ、みたいなやつです。はい。うん、だからそこを見ると多分その見えない世界を感じるみたいなのも分からんと思うな多分な。ああ、いわゆる歴史を知ろうということか。なるほどね。やっぱまず歴史ですよ。やっぱり何を。うん。まあだから、その、まあ当然世界、その世界が、世界の歴史、国の成り立ちの歴史とか民族の歴史とか、もうその古代まで行くとね、古代の歴史、まあそれ以上にも遡ると洪水あったでしょ、前の洪水。あの洪水前の文明はどうなったどうなっとったとかな、そんないっぱいあんねんけどな、奥までずっと行くとシュメールまで行ったりアヌンナキとかいっぱい出てくるんだけど、まあそれはそれで別に置いといて、せめてせめて自分のその両親というかおじいちゃんおばあちゃんというか、もう一つ前のひいおじいちゃんおばあちゃんみたいな時の、そのそこら辺までの歴史観ですよやっぱ、うん、どういう生き方をして何を考えとって何をやっとったとかな、うん、そこに紐づいてないとなかなか難しいと思うよやっぱ。っていうのが、ね、目に見えてるものだけっていうのはやっぱ時代時代によってだいぶ違うんですよ本当。もう200年前と今ではまるっきり見えてるものが違うから、はいはい、うん、電車があったりだから、ね、200年前 馬やからな、ね、車じゃなくて、うん、そうでしょ、そうそうだ、目に見えてるものだけでいくとまるっきり話が違ってくるわけよ、はいはい、うん、だからその歴史観を見ながら、その、まあ、例えば一つ移動しないとこうよねとか、はいはいはい、食べ物はこう違うわねとかな、はいはいはい、うん、そこら辺を感じるだけでも目に見えない力って出てくるやっぱだいぶ、あ、うん、だある意味未来、ある意味過去へトリップしてるみたいなもんなんだよ、うん、タイムトリップみたいなこと、はい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 、はい、うん、だから歴史学ぶっていうのは結構タイムトリップっぽくなるんよ頭の中、あ、やっぱり物事本質的に昔の過去の歴史を学んでって、うんうん、でその学んだものと現実の乖離とかそういったものを見ながらっていうことなんですね。そうです、だから経済的なもんでも食料的なもんでも医療的なもんでも何でもそうなんやけど、前も相手にこれで言ったけど、はい、その原点みたいなとこまでずっと辿っていくと大体分かるんですよ。そうか、歴史を見てそれで学んでいって、うん、確かにまっちゃんと一緒にやってた時にまっちゃんからその歴史の過去の子だったりこういったものがっていうのを全部聞いてきてるから、だからどんどん成長してきてるっていうところなんですね。うん、だから何のもの一つとっても何でもそうですよ、うん、包丁一つとってもせやし何でもそうですよ、うん、どっから始まったのみたいなところまで行くわけ、はい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 、そこに原点があるん で、はい、で最終的にはもう文明みたいなもんが熟成して行き着くとまたぐるっと回ってそこに帰っていくわけよ、やっぱどうやったって、うんうん、原点回帰になるわけよね、やっぱりね、はいはい、だそれがある意味目に、まあ、俗っぽい目に見えないものを知るっていうことなんですよ、うん、はいはい、そういうことやってるけど、真実っていうのはある程度ね、その、うん、仮説を立てれるっていうかな、自分なりに、うん、おそらくこうなんやろと。あ、なるほどね。それが今世の中で言われてる陰謀がどうとかああだとかっていう話じゃ全くないんですよこれ全然、はい、うん、うん、歴史を見ていかんから陰謀やとかわけのわからん話になってくるんだよこれ。なるほど、はいはい、で歴史はまあ繰り返さないけど、まあ繰り返してはないけど同じようなことが同じ周期でやっぱり、これはそのなんでやろってなるわけでしょ、はいはいはい、わかります、わかりますわかります、うん、なぜこう必ずこの歴史を見たらわかる、それも歴史見ながらわからないでしょ、うん、わかんないわかんない、80年から100年周期で同じことが毎回毎回起こってる、だから、だから、うん、やっぱり成り立ちですよね、だからそう、いやだからね、そう、うん、いやその疫病戦争の歴史をなんで100年80年周期で起きるかっていうのを今度知るでしょ、事実を、事実、そしたら次は見えないものはどう見るかって言ったら今度 天体まで見ていくわけよ今度要は今っぽい話で言うと占星術、星の動き、はいはい、ここを今度調べるっていうか学ばんと全く理解できへんのですよ。うん、でこれら今度なんでかっていうと、このやっぱ星の動きっていうか天文学的なことで全てじゃないけどそこで判断してるんですよ、王室とか貴族っていうのはやっぱり。で今この現代でさえあのファンドとか株のプロとでしょ、株屋、はいはい、うん、やっぱあの人らでもね、やっぱものすごい株で儲けてる連中っていうのはね、やっぱ占星術っていうか天文学を勉強してるんですよ。
なるほど。それに沿って動いてるんですよ。で、これ日本の皇室も一緒なんですよ。うん、なるほど。だから同じようなことが世界中で一気に起きるっていう時があるんですよ。同じこと。あれはやっぱ同じように天文学をみんな見てるんですよ。なるほど、なるほど。タイミングをね。はい、タイミングをそのこのここだというタイミングを探ってるんですよね。多分その専門学校みたいな、探ってるというより決定されてるんですよ。ある意味星の動きでな。はいはいはい。でこれはその潮の満ち引きと一緒で、その人間のその体の重さだるさとか、はい。うん、病気になりやすい日とか、あと何やったっけ、うん、満月の日は狼になりますみたいな、うん、あんなような話ですよ。わかりやすい言うたら。うん。で。まあちょっとそれできたけど、結局そのじゃあなんで同じ周期でこういう事柄っていうのは繰り返されてるんかって、やっぱ天文学見ていかなきゃわからんわけでしょ。うんうん、だからこの天文学を調べていくと、いや宇宙が動かしてるよねこれって今度になってくるでしょ。ほんだらなんかもう宇宙人のことまで頭考え出してるでしょ。やっぱり宇宙につながるんですよね。宇宙から来て全部つながったよ。地球だけで判断するから何にもわからなくなるんですよ今度は。結局宇宙、そうそう、みんなそう言ってるんですよね。宇宙の昨日もあれなんですよ、また神社行ってその、うん、な神職の関係のその やるそういう神職を目指してる人たちとの、うん、そういう講座っていうのをすごく受けてきたんですけど、その中でもあったのが、物事の本質を知るためには宇宙を知らないといけないって話があって、うん、宇宙の作りを知らなければ現実も分かんないし、だから宇宙から下に降りてくるからっていう、ちょっと全く同じこと言ってたんですよ。で、ああ、やっぱり変わんないんだっていう。いやね、イメージとしては降りてくるからというイメージよりね、地球も宇宙ですから、うん、そうでしょ、宇宙の一員やから。そうです、仲間ですね。そうでしょ、仲間ですね。地球は宇宙ではありませんっていう話じゃないでしょ、全然。全然じゃないです。もう、単純に宇宙というものの一個に過ぎないですからね。そうそうそう。地球というの惑星に過ぎないですからね。連動せなおかしいでしょ、これ、どう考えたって。うん。連動しますよ。地球だけは別ですって。地球だけは別ですからってないわけでしょ。違う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 。だって、我々は単純に地球の中に生かされてるだけであって、実際は地球の無縁にいますから、そりゃそうだよね。うん、そうでしょ、うん、だから、その近視眼的っていうか、そこだけっていうか目に見えないものしか見ないっていうのは、そういう話ですよ、結局。そうね、そうね、確かに、確かに、確かに。わかった、これで。わかった、わかった、わかった、わかった。要は、なんかね、経済の話してるのに、おっさん、いつもなんか突然宇宙の話するやんけ、みたいな話って、こういうことなんですよ、だから。全部がつながってるんで、だから。そう。急に宇宙からやってうさんくせえなって思うことが多いかもしれないですけど、いやいや、うさんくさくないんですよ。でいきなりなんか神様言い出すし。神様言い出すし、こいつ宗教かやって言い出す。いや、そもそも断りはそういう断りだからしょうがないよねって話になるんですね。そうなんですよ。だから金持ちほどそうなる、金持ちじゃなくて、しっかりと結果残してる人ほど、神事は大事にするわ、宇宙の法則は大事にするわ、世の中の上からのメッセンジャーも伝わってくるわ、みたいな感じになってくるから。そういう話です。だからそのメッセンジャーが伝わるっていうわけじゃないけど、なんかインスピレーションっていうか感じるっていう時あるんですよ、本当な。ありますね。天の声よな。いや、俺もすげえ感じますもん、やっぱり最近。うん、本当にこれね、なぜそれじゃあ感じんのって言ったら、うん、そこを理解しようとしてるからですよ。そうですね。そもそも、うん、そもそもね。理解しようとして、まあ、理解しようとしよう、受け入れようとしてる自分がいるからってことね。そうそうそう、自分が受け入れようとするから、その受信が入ってくるんですよね、多分ね。そう、アンテナを立てて受け入れ準備完了になってるから入ってくるわけよ。受信完了ですよ、だからアンテナ立たせてるんですよね。でも愛ちゃんの今日の質問の、あの今日のそのテーマと一緒で、その目に見えないものしか信じません、理解しませんみたいな話になると、アンテナが立ってないから入ってこないのよ。そんなの、携帯の電波のアンテナが入ってないことだから、アンテナ立てないといけないんだよね。受信させられるような状況を作らないと、自分に状況を作らないといけないんですね。うん、でね、そのアンテナが立ってなくて、うん、天のそのインスピレーションを受け取れない形になってくるとな、どういうことになるかというと、その事柄、事象、目に見えない、起きる事象ですよ、うん、困ったこととか大変だこととか、なんか辛いこととか、うん、楽しいこと含めて、うん、その場その場で、なんていう、感情だけで動いてる形になってまうよ、これ。わかる？はい、わかる。困った時があったら、もう右往左往するわけよ、そうなると。本当の困ったことってあるわけよな。でも、その天のインスピレーションを感じて取れとったら、どっちことないわけよ、全部。そうね。それがどうしたみたいな話よ。うん、
そうでしょ？だから一事が万事、もう極端にものすごいことが起こっても、いや、私には天がついてますそうと。ですね。やっぱり結局、戦国とかの歴史をたどってても、その天というか、そういう神様というか、そういったものが大事にされている人が本当に出世をしてるっていうのはすごく感じるなっていうのは思っていて、結局、その徳川家康だろうが、武田信玄だろうが、まあいろんな人もいますけど、やっぱり、ああいう方々がもどっちかっていうと信じる神というか、神のものを大事にしている。だ結局、神が大事にしてるからこそ、神からのメッセージを受け取って、それで戦場でも判断できているっていうのが、すごく結論として至ったので、あ、やっぱりそうなんだよねって思いますよね、やっぱりね。だから、そういうことなんですよ。だから、目に見えないものを感じ取れないとっていう話うん。なんですよね。で、じそうゃあ、いう。でもね、最終的に、じゃあ、そういう武将、戦国の武将もそうやし、そこそこ、まあ、自営業者でもしっかりできる人とかな、まあまあ、ちょっとそういうものを感じ取れる人って、なんでそうなっていくんかって言ったら、最終的には自分の力ではどうしようもないことを経験していったらそうなるんですよ、もう。どうにもならんことってあるわけよな、やっぱ。でも、なんかこう、うまいこと言ったよねっていうことって結構あるんですよ。これは自分の力じゃないって感じ取れるってことですよ。これは明らかに神様おるぞと。それを理解できたら、前へ一歩行けるって形になると思うな。そうそういうことね、なんですよ。でね、もう一個言うとな、その戦国の武将もそうやし、まあ、我々の時代でもこれから経済的な活動していくとか、商売していくでもそうやねんけどな、愛ちゃんな。本当にこの天を感じれるようになってくるとな、死ぬことも怖くないよ、本当に。これがね、目に見えないものを感じ取れる究極の形なんですよ。でね、それ何かっていうとな、肉体は朽ち果てて、朽ち果てて終わっても、魂は永遠に残るってやっぱ思えるんですよ、本当ああ、に。いいねってなるとな、死ぬのは全く怖くないわけよ、本当。ただ、この肉体、これがいわゆる目に見えてるもんですよ、あいちゃんが言ってる。三次元世界の目に見えてるもんやな。これ二次元世界行ったら俺、ぺったんこやからな。平面やから、ぴょん吉くんみたいになってるわけな、これ、カエルが多い。で、まあ、三次元世界で我々がこれしか認知できない三次元世界で目に見えてるもんって言ったらこの肉体ですわな。肉体でこすれがね。別になくなって朽ちたって永遠その意識魂は続いていくと思ったら死ぬのなんて何とも思わんわけよ。思わないですね。全然思わないですね。そうなるでしょ？ほんだら、で、そうなると今度起こる物事なんてほぼ全部大したことないわけよ。耐えてない、どうでもよくなりますね。わ かった？だってそれはだってどうでもな、よくない、決まってるじゃないですか。だってもともとその、上、ね、見えに見えないものから来るわけだから、そんなちっぽけなちょっとしたことでしょ？まあ、まあ他に目に見えないものの話っていっぱいあんねんけどな、いろんなお話できんねんけど、一番まあ究極の形を今話したわけよ。ここを感じ取れたら全部感じ取れると思う、目に見えないもの。どうかな。そうですね、でもそこを本当に分かってて理解してたらな、こんな生きてる肉体面白いことないよ、多分。え、何がもうハッピーみたいな。そう、だからね、その目に見えないものって言葉って言うのは簡単だけど、実際はすごく奥深いし、で、みんなやっぱりそれぞれ、分かっちゃいる人は多いんだろうけど、それを、何かしらで封じちゃってる自分がいるっていう人たちが多いなってのは思ってて、もったいないなって思います。これどっちかって言ったらそのスピリチュアル系とかな、そういう話全く違うんですよ。あのスピリチュアル系になるとちょっと全然違うから、またそういう話じゃなしに、僕が言ったのはもう一回言うけども、やっぱり歴史観ですわ。歴史観みたいなものをしっかり学んだ上でっていうか、知った上で仮説を立てて、学んで仮説を立てて知った上で、今度は宇宙観っていうかな。やっぱり歴史をしようって話だよね。まず歴史ですよ。まずは自分が生かされてる、今ここにいる、なんでこういう生き足しになったかっていうのを、個人間じゃなくて全体上で歴史を見て、そうです。その歴史の中の本質を探っていくと、宇宙っていう答えが出るってことだよね。そう。だよだね。から、そもそも我々って一応人とか人間っていうことになってるでし ょ？知一応カテ的生ゴ命リー体的にはね。なってるでしょ？で、知的生命体、我々人間ってそもそも何なのってあんま考えないでしょ、みんな。そうね。
そもそも本質的に我々人間ってなんで今され産んだのって生まれたの生まれてきたのってのは感じないですね。考えないでしょ。考えない。そこは歴史見ていったら分かるんですよ。うん、奥のさ、遠くまで行けば。うん、だから大体人間ってこういうふうに作ったのねとかこういうもんよねとかいろんな仮説が立ってくるわけでしょ。はいはいはい、だからそれが本当の事実か真実かはともかく何のためにっていうハテナマークが出てくるんですよ。そうですね。はい。うん。何のためにこの宇宙の中に地球に送られたのみたいなやつです。はいはいはい、でしょ、はい、そこを次分かると、個人それぞれの生き方が分かるってことになってくるんですよ。そうですね。そういうことでしょ、分かります、分かります、分かります。分かります。で、そんなことばっかり辿って毎日毎日考えてると、俺みたいになんかアンドロメダの人みたいになって。でもまっちゃんはまっちゃんで、まあでも僕から見ると最近は普通の人に なってきましたけどね。いや、そう、それあいちゃんが、あいちゃんがだいぶ神様に近づいてきた。多分ね、多分だいぶいろいろといろんな人にいろんな、そのまっちゃんに出会ってから自分の思考が変わったじゃないですか。その思考が変わるってことは、うん、要は自分の立ち回り方が変わるから、結局どうなるかっていうと、その後に会う人が変わるわけですよ。そうそう、で、会う人が変わると、今度会う人が変わったら、今度は今度で、またその会う人がその神様に近い人が多いから、まあ、その影響もこっちにあのマインドがコピーされていくんですよ。そうすると結果的に、あれは目に見えない世界が見えてきたぞっていうのが最近踊ってきたんですよ。そうすると、一番びっくりしたのは、目に見えないことが起こってきたら、今度はまた最初に戻って、うまいなんか循環のサイクルになってきて、神様の草木みたいな葉っぱあるじゃないですか。あれ、枯れなくなったんですよ、急に。うん、そうなの？というと今度おなんか工夫のその感情の空気が良くなってその循環が出てきたから、これをあとは高速に動けばいいんだなっていう結論に至り、あ、今日のテーマになりました。だからね、あれ本当に、うん、あれもね、やっぱエネルギーなんですよ。そうそうそう、うん、でね、でそれを今度分かるでしょ。分かる、怖かったもん。うん、そうしたら世の中ってどうなってんのって今度考えれるわけよ。うんうん、これひょっとしたら波動なんじゃないのかと、うん、目に見えないな、うんうん、これ波動がその気の流れ的な話って何が俗っぽく言うとな、まあ、俗に言う、そう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 、いわゆる目に見えてない波動ですよ、うんうんうん、量子力学的に言うとな、うんうん、その要は光っていう言い方もできるんだけど、そう、ね、その波、潮の満ち引きみたいな 波ですよ、波ね、うん、これがひょっとしたらその植物も動物も人間も物もですよ、はい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 、そしたら影響を与え合ってるんじゃないのみたいな。そうね、やっぱり要はその人のそれぞれの本質だったエネルギーだっていうのは間違ってはないなとは思っています。まあ、それをなんか世の中が正直僕から言うとスピリチュアで変換させてるのはちょっと違うんだろうなとは思うんですけどね。なんかね、そういうことなんですよ。うん、それはあくまでの見せ方の問題であって、実際の本質はその本当になんでじゃあエネルギーなのとか、なんでその神からメッセージが降りてくるのって本質をね、理解してくれれば本当少ねえなって思いますけどね、やっぱり。まあだから愛ちゃんこれね、ずっとやってるとなんかあれやろ、たまに地上に降りてきて俗っぽい話すると話合わへんやろ。いや合わないというか、もうその人たちから離れていきますよね。なるやろ、離れていくっていうか、あの話の次元が違うんですもん。やろ、ただね、これ言うとおめえあの偉そうだなと思うんですけど、いやあえて合わせて相手を子供だとも言うんですよ。要はしょうがないじゃないですか。もうこうなっちゃったもんは変えられないんで、もう諦めて、もう話してるんだけども相手を見て、あ、この人はまだ生まれたての子供なんだねって思ってます。どんな人知れても逆にね、まだ物心ついてちょっと言葉話せるぐらいの子供の方が理解できるよ、この手の話って。あー、わかるかも、うん、うちの息子そうだ。まっすぐ受け取れるから、余計なもん入ってないからな。うん、うん、この世のなんかもうなんか悪魔っぽいやつが入ってないから。あ、でも僕の中だと何も知らない、知見が知らない子供、受け入れてない子供って扱いで見ると普通に会話ができます。でね、これもう一個いくで、はい、ってなると今分かったでしょ、そこまで、はい、ってなるとな、ひょっとしたらこれ赤ん坊の時が一番悟ってる状態じゃないのって俺思うよ。だから赤ん坊が神様に近いんだと思いますよ。そう、はい、そうなるわけや。だから赤ん坊の自然的に赤ん坊がエネルギーだから赤ん坊が生まれると、みんな世の中この
部屋の中がハッピーになるエネルギー、例えば赤ん坊の周波数が常に綺麗な周波数が全体に流れてるから家の雰囲気が良くなるから子供が生まれるとハッピーになるんですけど、問題が1個あるのはそこで僕があのあるのは世の中に子供が少なくなってるじゃないですか、赤ん坊が。じゃあそれは幸せオーラ減るよねって思って、うん、だ地球の循環が良くなくなるんだもん。そういうことなんですよ、うん、結論そこだよねって思った、うん、だからあのおぎゃーって出てきた時が一番悟ってる状態なんですよ。悟りの境地におるんよな。それが3歳、4歳、5歳になるにつれ、だん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 手垢がついていくわけ。だから、これ言うとね、怒られるかもしれないけど、最終的にやっぱり子供がいる人と子供がいない人だと、精神面で全然変わりますよね。うん、これ言うと、本当にごめんなさいなんですよ。まあ、あの、本当に子供をね、頑張って作りたいのに作れない人もいるので、まあ、これ言うと否定的なことになっちゃうんだけど、ただ、僕が見てきた中で、いろんな人と経験して子供がいる人いない人の精神面は全然変わる、うん、これは確実だなとは思いましたね、やっぱり。まあもう、うん、まあまあそれはな、みんな子供作りましょうみたいなになっちゃうんですけどね。だからあんま言えない、表では言えないし、こういう YouTube しか言えないんですけどまあそれはいいんやけど、うん、でね、次俺最近思うのは、はいはい、やっぱな我々、まあ、愛ちゃんはまだ僕よりちょっと若いけど、もう我々僕ぐらいの年齢になってくるとな、もうこっから先は赤ちゃんに戻っていこうぜ。うーん、まあね、なっちゃんのね、大体40から50の間の人たちはね、確かにね。だから、ちょうど60代かな。60に差し掛かったら完璧に赤ちゃんに戻ってますみたいな。まあ、素の赤ちゃんの方がいいですね、ガキじゃねえかってぐらい、なんか何でも受け入れるおっちゃんの方が僕大好きですけどね、確かに。もう何やったっけ、日本語忘れましたみたいな。あ、そうなんだ。そこそこそこなの。60歳になって言語忘れましたみたいな。あ、そんな、そこなのおもろいな、ほんとな。だから元に帰っていこうと思ったらそうなるわな、やっぱり。なりますよね、確かにね。ね、人生曲線の話前したけど、LINE 考えると50代で。ここ、うーって上がってる、うーって言うにやってるもんね。そうそう、急上昇するぜ、こっから、みたいな。いやな、赤ちゃんになるしかないよねみたいな。いや別にこんなん加えておぎゃーっていうわけちゃうけどないやでもね、それでいいと思うけど、僕もね、なんかね、うん、みんな頑張りすぎたよ本当に。でもな、世の中のな、60歳、うん、70歳のおじいちゃんがな、世の中の人がな、みんな赤ちゃんっぽくなったら世の中幸せになると思うで。 100% なるね100% なるね100% なると思う。すごい社会はハッピーだと思うよ。超ハッピーになると思う、うん、でしょ、うん、それは僕も同感。すごくハッピーになって幸せになると思う。そんな憎い嫌われ老人みたいななくなるよ、うん、もう全員がなくなる。絶対なくなるね、うん、本当にね。思うでしょ。いや、そう、老害だからなくなりますよ、うん、そういう言葉。だからそれの先陣切って俺行きますみたいな抹茶屋人いるけど何も変わんないと思うけど、まあ、抹茶のいる目の前の、ね、周りの人はね、そんなのだったらいいかな。今でも大概変わってると言われてるのに、これ以上変わったらどうなんだやろみたいな。まあでも僕から見ると普通だから、僕も変わり、相当の変わり者だと思いますね。いや、僕なんか普通に抹茶じゃないで、まあまあこんなもんだよねって思っちゃうぐらいの人間なんで、今日何のテーマやったっけ、うん、ほんで。いや、だから要は目に見えない世界だって話。まあでも結論はそんな感じでしょ。結論にはなってるよ。だから勉強しろってこと、簡単に言うと、歴史の勉強して、まずは何も疑うんだったら歴史の勉強して、なんでその歴史がなかったっていうのを紐解いていけば、もう答えはそこに書いてるよって話ですよ。うん、でもな、あの歴史から始めんとな、あの始まらんのですよ。うん、でな、歴史を知りたく、あれ面白いよ、本当な。学ぶ、すっごい面白いからな。うん、もう永遠に終わらんから。でな、歴史を本当知ろう知ろうと奥の奥までやっていくと、どうやったって哲学も知らなあかんようになってくるんですよ、今度。うんうん、歴史観って哲学が学ばんかとちょっと難しいなってくるな。ほんで、そこに天文学とかいろんなものが入ってくるから、ほんで、最後宇宙になりましたみたいな。ね、うん、だから歴史を学ぶことによって、最終的にその人の人生は変わりますよね。変わる。あの、それはすごくね、まあ、歴史って何の歴史を学ぶかっていうのは、それぞれ自由だと思っていて、うん、結局自分が好きな歴史を学ぶのは、調べたいところから。うん、そう、ただ、その学ぶという行為というのと、あと、過去のことの出来事を学ぶということだけで、世の中の成り立ちのきっかけになるっていうか、ピースが見つかるってことですよね。う
だから、まあ今、俗っぽい話でいくけどな、じゃあお金って何なのってみんな調べないじゃないですか。そう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 、ね。ただ単にお金って思ってるだけみたいなな。で、調べるんでしょ、普通知りたかったら。で、ずーっと歴史を追っていくと、ああ、お金ってそうなのね、みたいな。ただの紙切れですからね、お金はね、本当にね。いや、まあ、紙じゃない時代が長かったけどな。うん。わかるでしょ、そもそもが。なんであんなもんができたのみたいな。まあ、争いを抑えるためって部分もありますしね。死んだら、お金のために働くってあるみたいな話になってくるよ、それを知ると。いや、お金のため、別に、だってお金なかったって頑張れば生きていけるからね。いやー、畑やれば、みたいな。海行ったら貝も魚もいるわよ、みたいなな。そういう話になってくるんですよ、結局。確かに、うん、俺昨日ちょっとご飯外食行っててな、で、はい、お客さん来られててね、島根県沖ノ島、俺沖ノ島出身やな、島根県、はいはいはい、で同じ沖ノ島の人が来て、おお、お前ちゃんとこに、おお、そう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 、ちょっと会いたいっていうことで、お奥さんと一緒にご飯食べに行ってんけどな、はい、まあ、その人も面白いこといっぱいやってるわけよ、なんか、うん、なんとか麺類作ったり、木をなんかやったりとかな、なんか海でなんかやってみて、まあまあいろいろやってるわけよ。で、ちょっと俺も沖ノ島もう一回行くかな、もうそろそろみたいな。ああ、いいんじゃないですか。急にポカーンとなっちゃった。急にポカーン、うん、ポカーンってなんで島なんだと思って。うん、うん、まあ飽きれば飽きたでまたたまにとかもええよねみたいなやつ。ああ、いいじゃないですか、うん、行ってらっしゃいよね。うん、ちょっと来年、うん、あの、うん、まあ今ちょっと船エンジン修理中なんで、終わったら。うん、なんでエンジン修理中なんですか。ちょっと、あのオイル漏れとか、ガス、油、燃料漏れとかいろいろ。何があったの、何があったの、台風の影響。わからん。一回、まあ、だから明後日修理の人来てくれねえけど、うん、まあ、で、それが終わって、一段落して、ね、しっかり走れますってなったら、ちょっと船で沖ノ島まで行くかと思ってんねんけどな。船で沖ノ島でどれぐらいできるんだろうな。3日ぐらいかな。ああ、じゃあ僕も行くか。夜走らんから、昼間だけだ。夜走ったら1日半ぐらいで行くと思うわ。ああ、でもいいな、そのなんか僕ね、船の体験もしてみたいんですよ。今、一度もやったことないって。船とかって、うん、まあ、これもしあれたらみんな募集しようか、一緒に行く人、ねえ、本当に行きたいですね、なんか。いや、大阪北港マリーナから沖ノ島まで3日かけて、いや、行ってみたいですね。いや、本当に興味ありますね、それはガチで。そういうのもやろうかなと思ってね。な、うん、すごく面白そうじゃないですか、なんか自然と体験して体に浴びるっていうね。で、だって、あ、ちなみにまっちゃんの船とかってスサノオとかまつってるんですか。え、スサノオとかって祀ってるんですか、神様のスサノオ。いや、祀ってない。あ、祀ってないんだ、うん。そうなんだ。要はなんか日本の人の漁師とかってスサノオを祀ってる人が多いって。ああ、いろんな人おるな。俺、自分のその体っていうか心の中にワダツミっていうか、海神っていうかな。はいはいはい。うん、海の神おるから俺。ああ、なるほどね。俺はそもそもが。ああ、そもそもまっちゃん自身が海の神だからか。なるほどね。自分でそう思ってるから。なるほど。なるほど、間違ってない。あ、そうだよね。神で、そうだよね。いや、だから要は、まっちゃんの場合は、神様、自分のいろんな、その、そうね、日本人っていいよね、本当に。本当に日本人って、で、本当に日本人って利便性がめっちゃいいんだよ、本当に。自分が神様だって言えるんだもん。そう、これキリスト教やったらな。無理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 。私が神だなんて言ったらな。殺されるわ。貼り付け極論にされる。日本人はそんな、だって全部のだって宗教を受け入れる、受け入れる民衆だから、もう最強なんですよ。本当最強だと思う、日本人。最強なんよ。だから、うん、木こりな、山で木こりするのは好きな人は、私は山の神です。言えるわけでしょ。言えるわけじゃないですか。俺海好きやから海の神ですって言えるわけでしょ。うん、これね、キリスト教やったら大変よ、こんなこと言うとったら。そうです、ね。逮捕されるからな、これ。だって俺だってあれだと、俺はあの普通にあの愛子って名前ついてますから、まあ、愛の神ですから、僕は本当に。自分でも思ってますが。だからみんなそれぞれね、私は何々の神でございますって決めてしまったらええわけよ、もう。そうそうそう。だから神はそれ、ね、絶対やるわけだから、それは、ね、やるわけだし、うん。だからトイレ掃除好きな人だと、私はトイレの神ですみたいなな。いいじゃないですか。なんか T シャツに背中にトイレの神ってプリントするとか。うん、そうね。うん、いいと思いますよ。
まあまあそんな感じかな。こはい。れはちょっとわけわからん話なんか、で、まだで全も今日は然。結論は目に見えない世界になってわけわかんないはずなんですよ、本当は。だけど、まあやっぱり歴史を勉強しろで OK です。わかります、結論としては。まあその後に流れがあるので大丈夫なんで問題ないと思います。はい。どうかな、見てる人、これまあいつもの話だけど、突然初めて今日パンって見た人は、これ何言ってんの、こいつらと思うやろな、これ。いや、まあね、でもそんなチャンネルじゃないですか、このチャンネルってそもそも。こいつら何の話してんのかな、これみたいいな。や、でも、このチャンネルの内容としては、その人の人生のレベルをアップさせていくっていうね。これでも、もうこれね、過去ずっと、ね、見てる人は、多分相当脳みそ入れ替わったと思うんだ、これ入れも。替わ、俺自体も入れ替わってるわけですからね。まあ、一番話してる僕は、突然だって今日とか見える世界が見えない世界とか言い出すとは僕自身も思わなかったですからね。本当に。自分だ自身から、と、一番多分自分がびっくりしてますよ。自分自身が。よくまあこんな。前回も言ったけど、俺、あと2年やるからな。そうです本当、みんよ。なね、これ、最初から見てる人が最後のあと2年後まで見たら、多分みんなこんな感じになってる。こんな感じ。多分全部入れ替わりますよ。入れ替わる。全部入れ替わるし、全部、要は世の中もよく好転していくので、変わってくるし、そうするとどんどん世の中の雰囲気も変わってくるし、だからな、なんて新しい自分に生まれ変わりますよね。世の中的に僕言うと、人生を変える方法とか、この幸福に幸せになる方法みたいなやつってあるじゃないですか、話。これね、毎回ずっと見てたら幸せになる。人生勝手に幸福になっていくからな、これ。本当。だから勉強する、学ぶって大事やねんな、これ。人生を変えるも変えないもあなた次第みたいな。いや、やっぱり、とりあえず、その自分の興味あるものをとことん追求して、オタクみたいに学べってことですよ。ここが一番早い。だから学びは大事ですと。一生学学びましょうと。べ。で、何だっけ、もうやっぱりね、かいつまんで、その昔みたいにな、こんな分厚い本を家の中一面に埋め尽くすぐらい読まなあかんっていう時代でもないんでね、電子書籍もありゃ、こうかいつまんで YouTube で俺みたいにこうやってやってると思うから ここを理解していって、シャワー浴びていったらな、だんだんもう入れ替わっていくんですよ、もとりあえずだから勉強する癖をつけろってだけの話ですよね。で、気ぃついて2、3年経ったら、なんか1000人みたいになっちゃいましたみたいな。人間ってそう簡単に、意外と人間って単純なんで、ほんま。単純だと思う。単純思考なんで。あゆちゃんもよかったね。少しずつ神に近づいていって。だいぶおかげさまで、だいぶね、心も楽になりましたし、行動パターンも楽になりましたし、だいぶレベルがね、0.1ずつアップしていきます。で、あんまりくだらんことで怒らんようになっていくでしょもうどうでもよくなりますもう。あるでしょ。ん。バカらしあ、あくて。と、論理的にちゃんと冷静に考えるから冷静に対処するようになります。だから、もうめんどくさいんで、こっちの方は冷静に対処してこうしようっていう感じで処理しちゃってますもん。めんどくさだい。からね、感情だけで吹き上がらんって形になってくるんだな。だから自分の中で気持ちよくなりますね。そういうことです。じゃあ、皆さん、これからもまた来週、また来週お会いしましょうとまいうこたと書きで、換えていきましょ書き換え、宣う。伝を書き換えて、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でしこした。の辺。はい、どうぞ、お疲れ様です。失礼します。